ロバート・ウォーカー・グローは、アメリカ合衆国の軍人、第二次世界大戦中、アメリカ陸軍第六機構師団長などを務めた。冷戦中、機密漏洩の罪により軍法会議で裁かれた。最終階級は少々、アイオワ州シ,シブリーにて母ネリーと父ジョン・トーマス・グローのもとに生を受ける。しかし、彼が2歳の頃に母が死去し、 父がカナダへ出稼ぎに出るようになると、以後は父方の祖父母の下で暮らした。1915年、ミネソタ州兵に少尉として配属される。1916年、ミネソタ大学を卒業。同年6月、所属を州兵から連邦軍に移し、その後は米国国境の警備任務に従事したほか、第一次世界大戦にも従軍した。 1917年11月5日、テネシー州ハミルトンにて、メアリー・ルエラ・マーシャルと結婚する。彼らは二人の息子、ロバート・マーシャルとウォーカー・トーマスを設けた。後に、息子らは二人とも、陸軍士官学校に入校した。もう一人子供がいたが、テキサス州ブラウンズにて生まれて1日で死んでしまった。1930年代のロバート・オグローは、 ダグラス・マッカーサーらと同様、陸軍における自動車化、機械化の推進を主張する、騎兵将校の一人だった。戦場に立つロバート・グロー第二次世界大戦勃発後、アメリカが参戦するまでは、第二機候師団にて、師団長、ジョージ・パットン少将の幕僚を務めていた。派手好きで芝居がかった方法を好むパットンと、貴長面で、 ビジネスライクに仕事を進めるグローの性格は正反対だったが、気候戦力による積極的な攻撃が勝利につながるという信念の面では一致していた。パットンはグローを指して戦争が生み出した最高の気候部隊指揮官の一人と評していたという。彼はいくつかの気候部隊で指揮官や参謀職を務めたが、西部戦線における第6気候師団長としての選考が、 最もよく知られている。1943年5月、クローはキャンプクックにて第6機構師団長に任命された。1944年1月、訓練を終えた第6機構師団はヨーロッパ派遣に備えてイングランドへと送られた。そして6月6日にノルマンディ上陸作戦が発動された後、第6機構師団は後続部隊としてフランスに上陸し、 ノルマンディ戦線にて最前線での支援任務に当たった。8月1日、第6機構士団は、その他の複数の士団と共にパットン率いる、第3軍の指揮下に入っている。彼の率いる、第6機構士団は、コタンタン半島から、ブルターニ半島を芝叩たたく間に縦断した。第6機構士団の1日あたりの平均進撃距離は、およそ25マイルにも及んだという。 グローはこれを誇り、作戦会議の折に戦術地図を指して、この地図は小さすぎる。胸中に走りきれないようなもっと大きな地図をと語っていたという。間もなくして第6機構師団は地図の横断を達成し、より大きい地図の調達も実際に行われた。同時に行われていたドイツ第7軍に対する他の構成に渦漏れがちであるが、 第6機構師団の快進撃は戦車を用いた機動戦のアメリカ軍における高齢と考えられている。1945年終戦に伴い第6機構師団が不活性化されるとグローは第3機構師団長に就任し、以後はアメリカ本土及び西ヨーロッパにて部隊長や基地司令として勤務した。しかし冷戦ただ中、彼の名は不名誉な形で、 再び注目されることになる。彼は機密情報を漏洩したとして、軍法会議への出席を命ぜられたのである。1950年より、モスクワの在ソ連邦アメリカ大使館の上級駐在部官として勤務していたグローは、1952年にドイツ連邦共和国フランクフルトでの会議に出席した。彼は、ドイツ側が管理するアメリカ軍人向けの宿舎に滞在しており、 ここに、ドイツ民主共和国の諜報員が侵入し、内容に機密を含む彼の日記の一部を盗み出した。この事件は、ソ連邦に亡命した元へ陸軍将校、リチャード・スクワイヤーズの著書、オン・ザ・ウォー・パスの中で暴露された。スクワイヤーズは、著書の中で、グローの日記のコピーを掲載し、アメリカがソ連邦との戦争を計画している証拠の一つで、あると主張した。 米陸軍上層部ではすぐに日記の出生を調べ、グローによって書かれたものであると判明すると彼に退職と軍法会議の二択を迫った。こうして始まったグローの軍法会議では個人的な日記における機密の扱いが焦点となった。弁護側は多くの著名な将軍たちもグローと同様に個人的な日記に機密に関する情報を記していたことを指摘している。 グローモ日記が軍事文書ではなく個人的な手紙と同様に扱われるべきだと主張したが彼自身のドイツにいる頃私のセキュリティは図算だったという発言により有罪が確定した。軍法会議では職務怠慢と日件の情報漏洩について有罪の判決を下し懲戒及び6ヶ月の指揮官停職を命じた。年軍法会議の直後に グローは退職し、バージニア州、ホールズ・チャーチにて、商工会議所の役員に就任した。1953年、彼の家で火事が起こる。当時、陸軍主管学校生徒だった息子、ウォルター・トーマス、トミー・グローが、夏季休暇で泊まりに来ており、火の手は彼の寝室から上がったという。1953年8月12日、ウォルターは煙を吸いすぎたために死亡した。 1985年11月3日、死去。遺体は、アーリントン国立墓地に葬られた。フランス戦線で、彼の副官を務めたジョン・ジェームズ・フリントは、後に、ジョージア州選出の会議員となった。ヨーロッパ派遣前の1943年10月から、クローが師団を離れる1945年5月まで、副官を務めたサイラス・アール・ショッキーによれば、クローは、 パットンとよく似たスタイルで師団の指揮を取っていたという。すなわち、戦闘中には本部に泊まることを好まず、必ず前線を訪れ、戦況の把握に努めたのである。また、グローは各部隊指揮官と直接に連絡を取り合っており、指揮官らは正式な作戦命令の形を待たずに、行動の計画及び準備を行う時間を最大限確保することができた。グローは、 気候部隊を不評将校の指揮下に収めることを好まなかった。それまでの経験から不評将校は気候部隊の量、火力、機動力を十分活用せず戦力の蓄次投入を図ることがあまりにも多いと考えていたためである。グローの見解において不評指揮官らは部隊側面の露出を過度に恐れ保守的な作戦を立案しがちであるとされた。グローは 基調面に日記をつけていたほか、妻への手紙も欠かさなかった。彼の日記は後に、師男子を編纂する際に重宝されたものの、その習慣は、軍歴の大きな傷となった、機密情報漏洩の原因ともなった。ありがとうございます。